で理事長杯1着になりました松木選手です。1着おめでとうございます。ありがとうございます。今日は菊池選手との連携になりましたけども、作戦などはどういうふうに考えられていましたでしょうか。そうですね、まあ、2車だったんですけど、まあ、外でもがくよりは内でって感じだったので、まあ、前で、はい、突っ張れていってくれたので、まあ、前が取れなかった場合とかっていうのも考えとはもちろんやったわけですね。そうですね、でもまあ僕が内にいたんで、まあ、そこは頑張らないと、はい、で、まあ、早めに菊池選手の車間を開けてましたけども、はい、あの辺りっていうのはどういう風に見られてましたか。そうですね、2車だったんでやっぱり真後ろから来ちゃうんでちょっと早めに開けて対処しようと思ったんですけど、ちょっと脇本さんの勢いが違って2コーナーぐらいかな、はい、松木選手の車間を開けて、まあ、しっかりと合わせていただく形になりますけども、はい、まあ、しっかりとブロックもされて踏んで1着でしたけども、ご自身の状態としてはどうでしょうか。踏んだ感じはいいんですけど、もっとまあ、EQ も EQ だったんですけど、もっとちっちゃい動きで止められたらなって課題です。これで準決勝までのスルーパスになりましたけども、まあ、決勝は佐々木選手と決勝じゃないですか、スルーパスになりましたけども、まあ、次は佐々木選手との連携になりますけども、はい、まだお話とかはされて、まだ会ってないですけど、ね、今のところご自身の心境としてはどっちがとかありますか。まあ、前で頑張りたいとかです。この後は何か設定を変えたりもしたらケア中心というのはありますでしょうか。そうですね、疲れを取って、はい、明日に備えます。わかりました。では、この後に向けて最後に意気込みをお願いします。ローズカップもしっかり力出し切れるように頑張ります。お願いします。